ちょっとだけ覗いてみようぜ、ここ。あ、来た。懐かしい。こっちでいいんだよね。え？何これ？え？色のないノームがあなたを拒んでいる。巨大なソウルを持つ者しかここに至ることはできない。え？え？何これ？これラスボスってこと？この先が味を。何これ？何これじゃなくて、コナビ感やめろ。いや、だって、いけないのかよ。なんか条件が満たさなきゃいけないの。うっす。はいはい、どうも。じゃあ、ポルタリア3が、なんか3っていうか、ポルタリアその3のステージがいけなかったんで、じゃあこっち次行ってみるかってことで、行きます。この人見てないよね、俺だ。うん。まあ来たぞ、とりあえず。とりあえず進んでいくか。竜の墓だよね。うん。うわぁ。誰が火つけてんだ、これ。火盛り目がやってんのかな。わざわざここまで来て。消えてるって、火をつけなくちゃ。足しとこって言って。あれ？うわぁ、何？方向が。あ、あ。後ろ炎が。ああ、祭壇がある。ああ、祭壇か。なんかいきなりボスとかそういう話じゃないだろうな。ここも進めないとかじゃないだろうな。それだったら熱いけどね。いきなりボスだったら面白いけど。いけるじゃん。うわぁ！あ。竜の神だってよ。本当にボスじゃねえかよ。ボスじゃねえかよ。なんだあいつ。え？各ステージの三つ目ってさ、いきなりボスってことなのもしかして。そのステージのボスがいんのかね。これ弓効くのかな。ちょっとぶち込んでみるか。うわ、うわ、うわ、怖え、バレそう。ガン見してる。あ、届かねえわ。ちょっと行ってみるか。え、これどういうこと？うおー、うるせえ。うわ、目が赤い。いやだ。うわ、うおー、初任を近い。普通に攻撃してくるんだよ。ね。でかすぎねえ、あいつ。これこっからでも届かない。近づいても。どうすりゃいいんだろう。もう一回撃ってみよう。なんか目が赤くなってる。うわ、怖っ。うわ。何が何やら。ダメージ入ってねえ。うわ、怖え。何すんの、これ。え？え？近づいてみないとわけわからんね。ぶん殴りが、ぶん殴りだな。目が黄色くなったら赤くなったりしてる。うひょー。なんだこれ。こんな食らった瞬間にお釈迦だよ。弓は通らない。効かないのか。あ、ここに拳が来てる。やばいな、これは。もう一発様子見かな。とりあえずこの拳を受けて、あ、こっち行ける。何これ、これだけ。あ、なんか目が黄色くなってる。これしか行けるスペースがない。おう、何これ、これ壊せないのかな。え、無理かな。行き止まり。向こう側は走るか。え、うん、まああんまりビビって、どうせもう死ぬことは前提でいいよ。これは壊せそう。こっち行けるの。うわ、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 うお、拳か。あ、弾かれた。全然ダメだ。そっちに進めってことか。歩こう。うお、怖っ。ういったー。うわ、なにこれ。なにこれとしか言わねえ。パンチされたんだけど。うぅー。うぅさっぱり意味がわからない。ドバギーってやられた。ゴッドハンドスラッシャーかつよ。成敗されてた。なに黄色になってるな、目が。動かない。気づいてないんじゃない黄色の時は。じゃ赤になったらなんか気づいたっぽいな。あ、黄色になった。なるほど。走ってやっちゃっていいのかな、あれ。やってみたら。
げよう。うわぁ、危ねここでガードできないから、ストレート。ここで？あ、気づいてない。遮蔽物で気づかないってこと？あ、隠れてりゃいいのか。なるほど。じゃあ次、あそこまで行ってみるか。ここでいいのかな。遮蔽物。あ、黄色くなってる目が。あ、そういうことか。じゃあ次あそこの柱まで行ってみるか。よしよし、ここまで来たな。結構気づかねえな。向こう行っちゃうか。ようやくこれでなんか全然見える。何これ、あ、これなんか銃座。あ、なんかこれモンハンのあれじゃん。モンハンのあれで、大型め激流装みたいな。激流装じゃん。ジエンモーランか、こいつは。やってみるか。作動させる。はい。あ？あ、イベントだ。激流装じゃねえか。激流装だな、これ、完全に。あ、入った。あ、勝った。あ、痛がってる。勝ったぞ。うわうわうわ。あ、壊された。明日降りる。明日降りて今度は違うとこ行けって。あ、すげえ減ってんじゃん。めちゃくちゃ減ってんじゃん。これはイベントで減らしただけだからあれだけど。ああ、そうだな。次あそこ下降りなきゃいけないのかな。そういうことだな。暗月層だ。新月層か。大して意味もないな。で、またさっきの激流層はどっかにあるってこと。ああ、反対側だろうね。ジエンモーランじゃん、モロこれ。うん。隠れ巣行けばいい。あ、で、あれ壊すのか。ここ向いた？向いたのかあれ？あ、気づいた。あ、気づかれる、絶対気づかれる。あ、これ絶対気づかれてんだろ、これ。でも目黄色いな。気づいてねえのかよ。こんな細い柱で別にいいの？目悪いな、こいつ。うわぁ、うわぁ、うわぁ、待つか。もうちょっと遠くに戻った方がいいね。地味なボスだな、これ。地味ボス。なんかもっと派手な戦いを予想してたんだけど。地味なボスだな。あ、今だ。壊して、そこで登るって感じ。うぅ、そしてこれか。激流走。激流走あっさりだな。なんだこれ、こんなところに消し、あー、イベントで回避。え、化粧とかね。化粧とかいたね、今。まだやってる場合じゃない。イベント回避したこれギリギリなの。やったやったやった。無敵時間。あー、倒れた。今、とどめってことかじゃん。ああ。行ってくれって。あとはお前の出番だってことか。出番だ。あそこか。ちょっと早めに行った方がいいな、これ多分。まあ、なんかしてくると思うけどね、さすがに。このままぶん殴って終わりではないと思う。一撃を俺がぶち込んで。うわぁ、ぶち切れてる。いって、え、何買ったんや。あ、すげえ減るじゃん。おらぁ鼻息で俺めちゃくちゃ減らされた。半分ぐらい。あ、終わり？終わりだ。どうした、しおさん、感想は。いやー、すごい厳しい戦いだったんですけど、なんとか今までの知識と経験を総動員して勝てました。最後、鼻息がちょっと予想外でしたけど、それ以外はちょっとプラン通りにことを運べたんで、満足してます。以上です。強かったね。本当強かったな、こいつな。肩すかしかよ。ちょっと弱すぎね、いくらなんでも。ちょっとアイテム取り逃してたっぽいから取り行くわ。チーズ。竜のデモンソウル、純粋な竜石。デーモンの長のソウルを手に入れた。ああ、ボレタイヤですね。今ね、やや黒ですね。やや黒っすね。やや黒ですね。まあじゃあちょっと、ボレタイヤも行くか。またボスラッシュ的な感じなのかな。
わかんねえな、さっきのとこだけ。なんかさっきのとこだけなんか封じられてたもんね、ボレテレアだけなんか入れないとかあったもんね。孔子の罠、氷の罠、待ち受けていると。行きまーす。入れるようになってるってことはなんだか。あ、俺らが殺したやつだ。何のことだ。パッチーズ・ザ・ハイエイナって。そんな人いたかな。割と最後だよ、これ。意外とこっから長いのかもしれない。ああ。あ。あなたは竜の神を倒しました。私が扉を開けましょう。ギリギリ。城郭の内部か、これ。ああ。早速。氷。顔。顔。ジム・キャリーのマスクみたいな顔してる、ね。日々酒を飲んだらああいう顔になっちゃうの。昨日はロゼ一気飲みしちゃって体がちょっとなまってるわって。気持ち悪い。カモホみたいな歩き方してるけど、ちょっと。罠とか言ってたな。どこに罠があるか分かんないから、手出しないにぶち壊していこうぜ。開いたりしてな。開かねえか。開かないか。各地に点在する開かない扉もなんだか分かんない。ちょっとなんか動いてんじゃん、あれ。何あれ。なんか動いてるし、様子見だな。え、何あれ。何や、中になんかいるんじゃないの。あ、犬だ、犬。自在に動いてるやつだね。犬じゃないの。あれも犬。ワンワンパラダイスだ、ここ。ワンワンパラダイスか。また明日。解放すんの。あれこれでも絶対出てくるよね。なんか、絶対出てくるよね。今が駆け抜けると別に出てくる。うわぁ、いた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 。すでにいた。あ、いたワンちゃん。まあ、一発やれるだろ、これ。この時だって。しかし。よし。結構 HP 減ったな。うちせぎると、あ、開くのかそれ。開くのかな。ああ、じゃあ開かね。打ち鍵かもしんないね。ショートカットかもしんない。怖えよ、単純にこれ。ラクーンシティだよね。どんだけここでいっぱい殺されてんだよ。ソウル多すぎんでしょうよ。こいつら意味深すぎる。もう落ち着く食っちゃおうか。早くも。めんどくせえし。めんどくせえし。食っちゃおう。絶対飛び出してくるだろ、これ。今だっつって。ね、今じゃって言って、でも出てこない。孔明の罠ではない。お前、警戒しすぎだろ、お前。いかみにしろ。ああえ、うおぉ、ああ、お約束みたいになってきた。奴隷の立つがいらねえ。警戒する名前は。あれはまた降ってこないかな。お、敵だ。青目？青目じゃないな。太った人じゃないの、あれ。ほら。うわ、分身してる。お疲れ様です。あ、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 逃げてった。逃げるのかよ。顔、怖っ。怖え。なぜこいつら突き従ってるの。ああまだ時間はあったろうに。五郎が。五男が潰されてしまった。あ、こっちから行くのかな。おぉ、なんだなんだ。雑魚か。総評です。もうめっちゃ効くもんだって、ね。包丁舐めんなよ。こんなの今更相手にならないな。この連中じゃ。防がれが。あ、なんか草食ってる。まあまあまあ。防いでもうなんかやっちゃう感じ。はい、お疲れ。昔散々いじめてくれたけど。ね、その代わりを今返すぜ。痛みに変えて。トカゲいなくなっちゃった。トカゲなんかもうどうでもいいな。まあね。あの兵士のちょっと片身だけ取って帰ってあげよう。
こいつ全勝の選手のそうだ、ね、儚い瞳にして儚い、ああなるほど、肉体があったのか。こいつ狙えねえのかな、うまくいけば狙えそうだけどね、どこに刺してんのこれ、なんでこっちに刺すの、この角度だ意味がわからない、手首曲がってんだろ、行くか、これはもう ボスマンいるってステージじゃないんだ、まあ普通にステージっぽいね、よっいた、赤目、赤目じゃない、あのさっき締めた高速な人だ、ああ別人か、気づいてないぞ、なんか知んないね、なんで気づかないあ、なんだ、えあれだ、ストロバじゃない、ああ、まあそれどころじゃねっつうか、死んだっつうか、もうめんどくせえっつうか、思いあったもう皆さんこんにちは、ヒロです。あのですね、さっき死んだとこからね、やろうとしてね、もうこの犬を片付けて先に行ったらね、あのオストラバっていう青年がね、襲われてたんで、ちょっと生きてんのかな、あ、生きてる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 じゃん、ちょっとやって、食らってる、やっぱりめっちゃ食らってる、すっげえめっちゃ食らってんじゃん、あの人早く助けない、早く助けないと死んじゃう、ボコボコ、赤目がいる、赤目が、うーわひどい、あこれもうダメだこれ死んだよこれもう一回戻ろう、もう一回帰って、もう一回行こういじめられて、いじめられて、おそらばくんに何をするんだ、ボコボコにされていじめるなお前ら、あーもうほら赤目が、おそらばくんに何をしてるんだ、ほらお前ら、うーわ怖い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 、やめて、一匹片付けた、よしよしよし、痛い痛い痛い、後ろのやつなんだこいつ、お前ここを開けてくれじゃねえの、ブラって開かないんだこんなもんよーし殺したぞ、あーよーよかったよかった、いやよかったね、おそらくんね、あ、邪魔な僕が対するよ、よかったね、お前こっから動くなよ、いやほんと危なかった、ほんと危なかったな、はぁ、あ、どうなることかと思った、いやー大丈夫、それだけかよ、何ですかこの人、それ待機してるってことは、そこ開けてくれる、よかったね、じゃあ、でも多分ここで戻ったらさ、赤目復活してんじゃないの、あ、そういうことか、多分先に進まざるを得ないんじゃない、そうだね、やるしかねえな、うわ、え、あれ何今のちょっと信じたはい、よっしゃ、じゃあ行くよ、お、やりますよ、あ、頑張ってくれ、いつも通りならこの弓矢でなんか殺すとこなんだけど、なんか弓矢がなんかさ、このゲームを著しくバランスを損ねてると思うんだ、うん、私は。ちっ、強い、もう、非常にそう思いますと。これいらない、いらないんじゃないかと。うん。弓を持つとも意味ないと。右手にルーンシールドを持とうと。僕はそういう風にやっていきたい。こうやって。シールド戦士。シールドヒッポみたいになっちゃう、これ。これなんだっけ、なんか、ワンピースにいたな、これ。パールさんのやつ。火を起こすパールさん。弓はいらないっていう。ドラえもんみたいになんか、弓は置いていくって。捨てるの本当に、そして隠し扉を開けるって言ってルーンシールドを拾う、ちょっと待って、ちょっと待って、え、捨てちゃうの、いらないじゃんこれ、弓矢があるから甘えになるんだよ、甘えちゃいけないよな、甘えって良くないと思うんだよな、俺は分かりました、甘えるんだよ、甘えちゃダメだろ、プラス5まで強化したけど、だいたいこれ弓の形しないだろ、まあ、剣の形してる、で、弓じゃん、弓はこのゲームにおいてあってはならない存在なんで、盾と剣だけあればいいんで、このゲームは、まあよくわかんないけど、じゃあこれからそういうことになりますね、でも魔法は使うぞはい、わかりました、魔法は使っちゃうよ、毒抜きとか撃っちゃうぞ、ここいい、俺がうぅルパンやめろみたいな感じでしたうるせえこいつじゃああいつやるから、いいか、はい、こそ盗賊に召していくからね、こそこそ行けば多分不意打ち食らせないんじゃないから、
マジですか。おらおらおら、あー、あと一発ですよ。おら、あぶねえ、あぶねえ、ちょっと逃げます。わしは逃げます。弓矢がないからこうやってビビりプレイしてもな、なんか文句言わないでくれよなっていう魔法打てば簡単に倒そうだけど、俺は魔法打つとそういう効くなことしないから、そういう一番言われてるから。あ、うん、しゃあ、やっこれで新月草講師の帽子、帽子ちょっとかぶってみる。かぶってみようか。かぶりたい年頃だよな俺も、うん、そろそろなんか弱く、結構いい年だけど弱くなっちゃうもん。見た目いいじゃん。いいじゃんこれカーボーイビバップじゃんこれ。すげえこれ、テキサスチェーンソーみたいな感じ。やべえじゃん俺、これ採用ですね。これいいね、防御力下がってんだけど、まあいいねこれはね。気にすんな。テレッ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 テー。あ、違う、ここに来れるんだ。じゃあオストロボ助けてあげて助けてやるよ。ほらこれでショートカットだね。いいね、ようやくだな。これついてきてくれんのかな。この人どこ行くんだろうね。どこ行くんだろうこの人。あ、今がチャンス。殺せ。それは俺、この視力カットを被ってるうちは俺やれねえんだよ。そう、なんかプライドがある、ね。この視力カット外したら、あ、どこ行くんだろう。え、これ本当に死んじゃうんじゃない、ほっといたらこいつ。助かった。君には本当に感謝している。もうこんなもんしかありませんが。突然敬語。私行きます。オーディンはすぐそこなんだ。お前、立ってる、持ってる立って俺と同じじゃん。純粋なみなぎりし。うわ、超いらねえ。石とかいらないんだ、俺。すぐそこって言っても戻ってんじゃねえか、お前。戻っちゃってる。あそこに敵がいるからビビってんのか、お前。ちょっと、お前ってやつは本当にどこまで俺任せなんだな。しょうがねえな、俺がやってやるか。この、本当にこいつひどいね。この角度すごいかっこいい。目を見せないところがもうすごいね。この、今度こういう帽子。買って買いに行くか。このシリカットの下にどんな眼光を携えてるのかすごい気になるな。野獣の。ほら、お前ら。あ、ここ開くのかな。奥さん、もしもし。隣の晩ご飯。ダメか。ちょうだい、今日テンション高いっすよ。さてさて。あ、なんだ。あ、イベントだ。イベントが。こいつさっき殺さなかったっけ。逃げていった。コーリー C ですね、これ。コーリー C 逃げちゃった。え？あ、いいね。危ねえ。あ、一応ボスがいるんだ、コーリーの。ちょっと待って、うん、お前らそんな後ろまで行かれるとね、俺、その後ろの赤目先生やれないんだけど。大丈夫かな、これ。赤目突っ込んできそうだな、そこまで行って。ね。まあ、全部逃げればいいか。やばかった。みんな来た。あ、来た。みんな来た。やばい。マッシュ、オルテガ、なんだっけ。俺てかマッシュガイア。ジェットスリマーとかかけるぞって言って。来てる？ああ、もうみんなもうやりに来てるよ。うーわ、やばいな、これは。魔法使っちゃう？魔法ってなんだよ。いつの時代の、なんかあれですか、魔法って。俺魔法知らない。魔法ってなんだよ。散々使っておいて。そうだよ。一匹どころか二匹、いっぱい来た。あー、どうする？一回逃げる？やる？槍じゃん、しかもこいつ。強敵槍だ、こいつ。槍だ。いや、マジかよ。でも新月草パクパク。あ、槍だ。よい！槍が一番やばいんだよね。新月草パクついちゃっていいのこれ。また槍だ。またランス系だ、これ。よし、オッケー。もう一撃。肉切り包丁投げんなよ。だから外遊。よいしょーい。よいしょーい。よし。よし。オッケー。これボスだろ、間違いなく。ボスかね、間違いなく。来てるね、これはボス。ボスだよね、これ。多分氷がいるんでしょ。氷。え？あ、何？広い、広場これ。広いね。広いなら俺の。シルクカットマジシャン会場第一ステージレッツラゴン。何言ってか全然わかんない。見てる。切り、ああ、あ、なんだと。うわ、あ、ソウル持ってかれてる、この人。
これ何、オストラバにあったのこれもしかして。オストラバが出てきたよ。弱い、あオーストラバこれ。強そうな人が出てきた。強そう、めちゃくちゃ強そう。あ、こんな、あ、これ何、等身大なの、等身大っていうか、その人間と同じサイズ、ね。こんな氷はいらねえって感じなんじゃない、貫きの騎士。初めてだな。これ燃えるね。これ強そう、マジで。てか強い。なんか分かったことありました？ガードは弾かれてダメージがこっちに入る。ああ、まあ、防いでも結構入るってことだね。あとこれやばい、あとローリングはできた方がいい。はい、うーわ、いてはいてリーチがめちゃくちゃ長い、ね。アバンストラッシュみたいなのやってるよ、こいつ。ほんとだよ。アバンストラッシュだな、これ。炸裂しちゃったもん。ああ、アバンストラッシュか。見た目、まあ、見た目とかもう、ともリーチが長いな、とか。後ろに避けた方がいいね。あいつ来たら。うん、そうだね、横よりは真後ろに。ああ、危ない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 。いかんいかんいかん。危ない。危ない。あ、いいね。クラティーナ一発だけまでか。もうこれじゃ食らえない。うん。まあ負けてもいいさ。俺はね。あ。俺はなんだよ。名もなき歌。だけど、あるが、ま、まーの。タイミングシビアだけど。あー、当たっちまったか。片手切りの時は逆にチャンスってこと。ワン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 。あ、後ろ後ろ後ろ、基本的に後ろね。後ろ。あれがやばいんだよ、片手で振るとき。ね、すごい位置が長い。アバンストラッシュだよね、これ本当に。アバンストラッシュ。あー、ごめん、俺ね、かじかんでるから。手がかじかんでて、無理になっちゃいました。本当に。手がかじかんでてさ、かじかむとさ、それはな、無理になるよな。じゃあ、しょうがないかな。爽やか。シャシャシャ、行きましょうか。はい。今度は。シグハット蕃族、チャージオン、貫きの騎士。やってやるじゃないか。チャージインじゃなくて。チャージインはなくて、3回もあるだろ。いいチャージンだ。チャージンは3回もな。うおーガシャガシャガシャーいいチャージンだ相手全然、もう本当に、いいチャージンだ本当に。うおーゴールがそんな聞かないんだ、俺には。見てんのかお前、俺のこと見えてる？見えてるなら言えよ、俺のこと見えてるって言えよ、見えてるって俺のこと見えてるんだろな、見えてんだろ俺のこと見えてんだろお前、変なスイッチ入っちゃった。俺のこと見えてんだったらちゃんと言えよ、ちゃんと言えよ。収蔵になって言えよ、ほら俺のこと見えてんだろ。危ない見えてないとか言わせないで、俺は見えてんだろ。いや、だから死んでるんだよな。あ、しょうがないかな。明るい。